それでは、であることとすること、第四段落、近代日本における価値観の混乱に進んでいきたいと思います。まず最初は、福沢諭吉の文章が引用されています。ここでは、福沢諭吉が、たっとき人、つまり尊い人、偉い人と、屋敷人を区別している文章になります。 本を読み、物事を考えて、世間のために役に立つことをする、難しき仕事をする人。これが、幸千の言う、たっとき人であるわけですね。一方、大名や公家や侍などといった人たちは、姿形は立派でも、中身は何にも考えていない、秋だるのように空っぽの人間で、こういう人たちは癒しき人だ、と言っています。 まとめてみると、こういうことになります。江戸時代、近代になるまでは、ただただ身分が高ければ、そういう人たちがたっとき人であったわけですが、明治、つまり近代になると、こういう人たちはたっというとは言えない。能力や業績が高い人、難しい仕事をする人、こういう人たちこそたっとき人だ、と言っているわけです。これは前の段落でも見た、 である価値からする価値への価値観の変遷、変革がここに描かれていると言えるわけですね。さて、先ほど見たである価値からする価値への価値観の変革が何をもたらしたのか。一方では、近代日本のダイナミックな躍進をもたらしたわけです。 能力主義を用いて身分や家柄を排して本当に実力のある人たちを集めたおかげで例えば日清日露戦争に勝って世界の一等国として名乗りを上げるこういった躍進を遂げたわけですが同時にデメリットもあったわけですねそれは日本の近代の宿命的な混乱をもたらしたと筆者は言っています 宿命とは避けられないとか怒るべくして怒るという意味ですね。価値観が変遷したとき、躍進するというコインの表面の裏には避けられない運命としてそこに混乱がもたらされたと言っています。その混乱とは何か 一方で、する価値が猛烈な勢いで浸透しながら、他方では強靭に出ある価値が根を張り、その上、する原理を建前とする組織が出ある社会のモラルによってセメント化される。という、する価値の浸透を出ある価値が根強く固まって妨げる、邪魔をする。という混乱がここでは述べられています。これは、 1> 第1段落、第2段落、第3段落でも少し見てきた内容ですね。そして、厄介なのはと書かれてますので、このことを踏まえた上で、本当に厄介な混乱というのはこの後語られるわけです。まずこの部分。する価値、することの価値に基づく普段の検証が最も必要なところでそれが欠けている。これは、 ここで見たことと同じことを言ってますね。のにと逆説でつないで、他方さほど切実な必要のない面、あるいは世界的にする価値の止めどない侵入が反省されようとしているような部面では、かえって効用と能率原理が驚くべき速度と規模で進展している。ということを、 この混乱の具体例として挙げているわけですが、よく読んでみると、このことは前に述べられたこの部分とは反対の内容になっているということに気づいてほしいと思います。前半は、する価値が浸透しなければならないところに、である価値が居座って邪魔をしているという混乱であったわけですが、後半は、 する価値がそれほど必要じゃない。あるいは、する価値の侵入が反省されようとしているところに、そういう領域に、公用と能率原理、つまりする価値、する論理が驚くべき速度と規模で入ってきている。という混乱を語っているわけです。ここまではすでに前半の段落で述べられていましたが、 この後半のこのことが後半の論点になってきます。ちょっと整理してみるとこういう感じです。である価値からする価値への価値基準の変革は躍進と混乱の両方をもたらした。混乱とは、する価値の侵入をである価値の抵抗が食い止める。という、こういう混乱ですね。一方で、 する価値がさほど必要でなかったり、入りすぎていることを反省しなければならない部面、領域に、公用と能率原理、つまりする価値がどんどん入ってきている。という混乱でした。前半と後半は全く反対、別物ですよ。さて、そのことの具体例を見ていきます。 する価値が必要でない、または入りすぎていることを反省される部面として、4つの具体例が挙げられました。住居、宿屋、そして休日や看過、もしくはレジャーと言ってもいいかもしれません。最後に学芸、つまり学問ですね。一つずつ見ていくと、住居においては、である原理が象徴する床の間付き客間から、 使う県地からの台所今に変わってきている。宿屋においては、日本式宿屋。これは、客であることから全てのサービスが流れ出る。そういうものなのですが、それがホテル化していく。ちょっとここがよくわからないところだと思います。今の高校生は、みんなホテル式の宿屋しか馴染みがないと思います。そもそも昔の日本式宿屋とは、 泊まるよと言いさえすれば、食事、風呂、あるいは着るもの、そういったすべてが流れ出て、オプションという考え方がなかったわけですね。ところが、今のホテルは、朝食、夕食、昼食、さらにはシングルなのか、ツインなのか、喫煙なのか、禁煙なのか、そういったものをすべて客が自分で選んでいくということになっています。 客であることからすべてが流れ出る日本式宿屋と、客がそこで何をするかによっていろんなオプションを決めていくホテル。この違いがここにはあるわけですね。この前半の2つに関しては、筆者はまだそれなりの意味もあるでしょうと言っています。本当に論点になってくるのは後半の2つですね。では、休日、感化の問題について見てみると、 休日や感化とは、本来静かな憩いと安息の日であるはずなのに、それが今や恐ろしく多忙にする日と化し、さらに最も有効に時間を組織するのに、組織化するのに苦心する問題になっていると言っています。ここは、まあ、はっきりと被者が批判をしているわけですね。休日とか感化というのは、することから解放されて、 のんびり何も考えずに波打ち際を歩いたり、あるいは鳥のさえずりを聞きながらお茶を飲んだり、そういった憩いの日であったはずなのに、逆にどう何を最も効率的にするべきかという、する日になってしまっていると批判しています。最も深刻なのは、こちらの学芸、学問のあり方ですね。本来学問の世界においては、 論文著書の内容、どういう研究なのか、その研究の深みといったものが価値を持つはずなのに、今は一定期間にいくら多くのアルバイトを出したかで評価されてしまうと批判しています。もしこうなってしまうと、内容が大して深くなくても、とにかく業績、論文を乱発すれば、それが評価につながるということになってしまいます。果たしてそれが、 研究者の理想的な姿なのでしょうかちょっと整理してみるとこういうことですね。すべて本来の姿はこうであったのに今はこうなってしまっていると筆者が批判しているわけです。さあ、そしてここからは筆者自身の考えをアンドレ・シーグフリードという人の言葉を借りて述べていきます。 ここでは、教養というものについて述べられています。先ほどの学芸の話からのつながりですね。教養。ここでは、その物知り、いくら知識を持っているかという意味の教養ではなくて、内面的な精神生活のことを指す教養なのですが、しかるべき手段、しかるべき方法を用いて、果たすべき機能が問題なのではなく、自分について知ること、 自分と社会との関係や自然との関係について自覚を持つこと、これが教養においては問題なのだ、大事なのだ、と筆者は言っています。これと同じことを、彼があるところにあるという自覚を持とうとするところという言い方で言い換えてもいます。ちょっと難しいですね。ですから、 芸術や教養は果実よりは花ということになります。果実とはそれがもたらす結果です。つまりえ、教養は果たすべき機能、何の役に立つのか、どんな結果がもたらされるか、ということは問題ではなく、花。つまり、それ自体が価値を持つと言っているわけです。もう少し見ていきます。 ですので、文化や芸術での価値基準は、大衆の思考や多数決では決められません。この古典については、次の第五段落につながっていきます。少し難しかったので、ここで整理しておきます。ここまで見てきた通り、教養については、果たすべき機能、何の役に立つのか、ということは問題にはなりません。これは重要ではありません。 自分について知ること、自分と自然、社会との関係について自覚を持つこと、これが大事であると言っています。ちょっとここは言葉を添えて解説をしておきたいと思います。つまり、教養を身につけることの意味は何かの役に立つからではないのです。自分がこの世界、この社会において、どんな存在であり、どんな意味を持って生まれてきたのか、どう生きるべきなのかということについて、 自覚を持つことがでできるるようになるわけです。よく、例えば国語の古典を勉強して、一体これが何の役に立つのかということを思ったりしませんか数学の三角関数とか数列を勉強しながら、こんなもん大人になっても使わないよ、何の役にも立たないよというのは誰もが一度は思ったことがあると思います。しかし、 え、筆者、そしてアンドレ・シーグフリードの言葉を借りれば、これらは何かの役に立つから勉強するわけではないのです。数学や理科を勉強することで、自然と自分との関係について知ることができる。人間、そして自分という存在は、この自然界の中でどういう意味を持って生まれてきたのかということについて自覚を持つことができるわけです。あるいは、国語の古典、 日本史、世界史、これらを勉強する。そうすることで、自分とこの社会との関係について自覚を持つことができます。何気なく暮らしていても気づかなかったことに様々気づけるようになるわけです。何気なく自分は日本人と自分のことを名乗りますが、日本人とは一体どういう意味を持つものなのか、歴史を学ばなければそのことについて自覚は持てません。アメリカの人と接するとき、 韓国、中国の人と接するとき、過去にどういう歴史を追ってきたのか、そのことを知らなければ、そこでふさわしい振る舞いや言動というのはできないのではないでしょうか。教養を身につけることは、確かにそれでお腹が膨れるわけではないし、お金儲けにつながるわけではありません。しかし、自分という存在についての自覚が生まれるわけです。そうすると、世界、 えー、あるいは自然界の見え方が変わってきます。物事の捉え方が変わってくるわけです。ちょっと私的な例かもしれませんが、夕日や虹や自然現象を見て、えー、感動できる人もいれば、それが何の役に立つのとあっさり切り捨てる人もいます。歴史的な傑作、遺物を見て感動する人もいれば、それが何の役に立つのと切り捨てる人がいます。 教養を身につけるかどうかで、この世界の見方が変わってくると、筆者もアンドレ・シーグフリードも言いたいのではないでしょうか。もう少し続けます。芸術や教養は、果実よりは花と言っています。このことはもういいと思います。しかし次です。だから、大衆の思考や多数決では決められない、 と、筆者が続けていますが、どうしてそうなのか。ちょっとここは、筆者が言葉を削っているような気がしますねえ。少し補っておきます。芸術における多数決とは何かこれは、どれだけ人気が出たか、あるいはいくらの値段がついたかということになると思います。二つの芸術作品が並んでいたとして、あるいは演劇が えー、2公演、2つの公演があったとして、多数決でその価値を決めるとするならば、やはりどれだけの人がそこに足を運んだかということになるのではないでしょうか。しかし、筆者は芸術や教養はそういう多数決ではその価値は決められないと言っています。どうしてか。たくさんの人が見に行けば、それは価値がある。高い値段がついた芸術作品は価値があると言えるのではないでしょうか。 しかし、そうではないんですね。例えば、ゴッホの絵は、ゴッホ自身が生きているときは全く売れませんでした。たった一つしか、えー、買われていないわけです。じゃあ、その作品に価値がないかというと、そういうことはありません。それから、二つの映画を比較したとして、アニメ映画と、あるいはシェイクスピアの古典の演劇、この二つが並んで上映されていたとしたら、 どっちの方にたくさんの人が行くか。当然これはアニメ映画の方に人間はたくさん行くわけですね。鬼滅の刃が興行収入成績で大きな結果を出したと言っています。しかし、じゃあその見に行った人の人数がその作品の価値かっていうと決してそういうことはないと思います。今から10年後、20年後に果たして鬼滅の刃が見続けられているだろうか。一方、シェイクスピアの古典なんていうのは 300年、400年と愛され続けているわけです。このように芸術や文化は多数決や金額ではその価値は測れないのです。ただし世の中にはこの芸術や文化、そして教養を収めたことによって本物の価値がわかる人というのもいます。これは決して多数派ではないわけですね。ですので芸術や教養においては 大衆の思考、多数決では決められないということになるわけです。さて、第4段落では、前半までの第3段落までとは大きく論旨が変わっていますので、ここで筆者が何を語り始めたのか、しっかり確認をして、最後の第5段落に進んでいってください。以上で第4段落を終わります。